縦にも長いし横にもクソ長いから、それが強いっていう話ではあるから、まあなんか別に近接でガードしてしまうと、まあありますよね、好きは。とはいえ、ちゃんと取った MK レもかなりうまい、偉いですけど、偉みが深いですけど、まあ後付き自体はかなりしっかりとあります。え？あ、清流にどこ行っちゃった。ちょん。残念。消火栓を怖がったな。ビューン。へい。美味しい。美味しすぎる、美味しすぎる。71%？ 美味しすぎるぞ。火力が。02です。ほい、ほい、ほい。暴れる。突きかけられて暴れたな。強くね。なるほど。ダメです。いきます。取れない。はい、うまい。いろや。よろしく。シュッ。いいは。火力が高いバックマン。バックマン面白いよな。ミニでも使っても。あれ線来た。あれ線いなくなっちゃうで、ゆっくりしてると。P5R の中で、いや、吉沢さん言ったくだろ。さすがに。あ、もういいよ。行くでー。はい、最強。なんかね、ベル無理、普通に。なんか、ティーパックマンが目の前でガード張ってられたり脅してたりするけども、無理ベル。無理無理無理。不可能。ガード張るしかないもん。だから当たったらスマッシュ確定なんの。ガード張るやん、そんな。無理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 。無理だよ、普通。で、これビップベイだからさ、ビップベイでもこんなビビってんのにさ、無理だよ。だから大会怖いもん。ベル。今死んじゃったんだけど。ベル怖すぎるわ、普通に。大会のベル。無理怖すぎて。あんなん無理よ。ひっ。いけー。あ、取られちゃった。まあいいや。まあ、別にアルセン来ても大丈夫だし。シュッ、足早い、いなくない、さらばだ。にょーんにょーん、いて、やめて、出ちゃった。浅い、普通に。俺のロックマンじゃん。パックマンがあんま繋がないよ。いて、むずいし。えいは、アルセーヌ拒否のコツ、通常のアルセーヌと戦っているという気持ちを忘れないことだな。変に焦ると食われる。常に平常でいれば、ジョーカー側からの差し込みたくはそこまで強くないはずだ。警戒しろ。だが、焦るな。それが鍵。意外にも、なんとかなってしまうぞ。実際変わってないからね、技は。ちょっとしか。範囲が多少変わっただけで。あと、ガード削り位置がちょっと違うけど。つかみの性能も変わってないし。
ちゃんとガードできる技をガードして警戒を怠らなければ問題はありません。ぬくり痛えし痛えし、ティーパックマン日に日に汚す間の回数。いやてかね、それはね、マジで、これは本当に言わせてくれ。パックマンの横スマッシュはマジでやばい。これガチ。この横スマは、強い。これマジでガチってやつ。これは強い。なんかもう、威力、範囲、発生、後突き、ともに、ともども、持続も、すべてにおいて強い、これは。横スマッシュ界でも、なかなかの逸材、これは。これは強い。だいぶ話せる、この技は。マジで強いね、パックマンの横スマッシュは。やばい、言ってる、普通に。これガチ。誰に聞いてもそういう、多分。ほんまかと思ったら、アバ団子の配信とか、アバ配信とかでコメントしてみてくれ。パックマンの横スマッシュやばいですから。言うからやばいと。ほんと強すんぎだから、これ。なになになに、シュッ。前作は、全然、今はゲームイズに、ゲームイズ様にスポンサードされてますけど、まあ、前作はもちろんされてなかったんで、しかも今よりもっと若かったんで、もちろん海外にも行けてないですし、まあ、日本では最終的に PGR トップ、PGR じゃない、JPR トップ8、トップ8、何言ってんだ俺、ちょっと話しすぎて頭回ってねえわ。JPR 8位だったんですけど、ただなんかまあ、海外って、なんかやっぱ海外来てない日本人評価 しないんですよ。でもしないまではいかなくても、やっぱされないんですよ。全然。JPR8 位まで行ったものの、まあ日本を出ることはなくて、まあ若いのと、資金的な問題もあって、やっぱきつくて、学校もあるし。だから海外には本当に最後まで結局行けなくて。だから、まあだから全然、日本では、一応上位勢として頑張ってはいたものの、海外では全然知られてなかったかなーって感じ。見て。なに。よし。最強。いけ、ビヨーン、ヒュッ、強っ、いただき、えい、でかい剣。いや剣は頭いいからね。掴みマジで強いよ。その場回避で掴み避けられないのやばすぎ。やばすぎというか、やばい。ちょっと待って、俺、勝てないの俺。横スマ打ってないからの気がしてきた。ちょっと水流マジックするか。ティーパック曲がってた。ちょっと、一回。いけ、あ、なんか消されたクエルに。いやー、相手の動きも強い。横スマ打つよー。ちょっと待て待て、いらんですよね。ほらな。そういうことよ。